ビルヘルム・ブント・ビルヘルム・マクシミリアン・ブントは、ドイツの生理学者、哲学者、心理学者。実験心理学の父と称される。哲学者のマックス・ブントは息子である。バーデン地方及び、プファルツ地方に近接するドイツ中南部のマンハイムの、ネッカラウに、牧師の子として生まれる。十二歳の時、中便現大学に入学。高校時代に落第して転校したくらい。 高校時代まで学校嫌い、勉強が嫌いであったが、ハイデルベルク大学医学部に入学してからは、猛勉強をする。1857年に、同大学を卒業。1858年から5年間、ヘルム・ホルツの助手を務める。1862年から私、講師として、自然科学から見た、心理学、生理学的心理学といったタイトルの講義を担当する。 1873年、生理学的心理学公用の前半を出版する。翌1874年、スイス。さらに、翌1875年、ライプツィヒ大学の哲学教授として招かれ、その地に腰を据える。それまでの哲学的な心理学とは異なる、実証的な心理学を構想し、実験心理学最初の書である、感覚知覚説貢献を表し、 ライプツヒ大学の哲学教授を務めていた1879年には世界でも最も初期の実験心理学の研究室を運用したと言われており心理学種の多くではこの時をもって新しい学問分野として心理学が成立したとされているその実験室にはヨーロッパ、アメリカ、日本から多くの研究者が集まることになった1881年には 哲学研究という名の冊子を発刊し、これは後に心理学研究と解消され継続。文との心理学研究室での成果を中心とした書論文を掲載し、心理学の発展に寄与した。文とは実験室のあるライブツヒ以外の地に移住することはなく、その地にて88歳で死去した。生涯に書いた著作のページ数の総計は5万ページ以上だと、 言われている。文とは、心理学は経験科学であるとし、形上学を攻撃した。心理学は直接経験の学であると論じている。心理学と物的科学の差別は、経験を眺める見地にあるのであって、扱う、経験の定義そのものが違うのではないとした。そこで文とは、心理学の研究法は、自己観察にあるとした。しかし、彼は二元論者であり、 精神と肉体は別物、並行して存在するものとした。また、心理学の目標は、心を簡単に分析して、それらの質から成り立っている各種の形式を決定することであると述べた。つまり、自分の精神の内面を観察する内観という方法を用いて、意識を観察、分析し、意識の要素と構成法則を明らかにしようとしたのだ。ゆえに、 文との心理学は要素主義と呼ばれる。様々な感覚が当格によって統合されるとした。文との残した足跡からの実験的方法は今日まで発展を続けているが、後の学派、ゲシタルト心理学や行動主義心理学から反発を受けることになる。また、文とはハイマンシュタインタールやモーリツ・ラーツァルスと共に民族心理学を創始したとも評価されている。 文都はメトロノームを使った実験を行い、感情の三次元説を展開した。意識的感情は、快と不快、主観と緊張、鎮静と興奮に沿って変化すると結論付けた。アメリカ心理学の祖は、ウィリアム・ジェームズで、文都がライプツヒに移った1875年には、すでに生理学心理学の講義を始めていた。 ジェームズは実験家ではなかったが、ドイツの実験的手法をアメリカに移入するとともに、人間の行動は環境に対する適応の問題であり、意識は新しい環境に対する調整作用である。など、心の機能的意味を強調することで、アメリカ的色彩を生んだのである。アメリカの学生は多くが文との下で学び、規米して各地方に実験場を開設した。それで、 表面上はドイツ的であったが内容は文とよりむしろフランシス・ゴールトンに近いものであった。東北大学教授千葉ダネはドイツ留学中にちょうど売りに出されていた文との蔵書を購入し日本に持ち帰った。この蔵書は東北大学図書館に文と文庫として所蔵されている。ありがとうございます。